東京ドーム大会ね、もう普通に俺出てもいいですけどね、全然誰でもいいしね。なんか誰とやりたくないって言ったら、弱い選手かな。逆に誰とやってほしいんですかね、皆さん。もしやるとしたら、やるとしたらやっぱクレベルとかじゃない？俺全然やってもいいけどって言ってるしね、もうそうやってライジン側に。萩原京平とやって、いや、レベル違うと思うんですよね。まだ、まあやってもいいけど、クレベル、萩原、クレベル選手多いっすね。じゃあなんかさ、格闘技ファンの中でも結構変わった人っているじゃん。中にこう自己主張の強いさ、なんか格闘技ファンの中になんていうんかな、なんかこうあるべきだっていう自分の意見を押し付けていく人って結構多くて、格闘技ファンの中になんかたまにいるんだけど、でなんかまあ、あと勝手な憶測で話を進めてる人、まあ、なんか俺からしたらなんかどうでもいいんだけどさ、ぶっちゃけなんか俺がなんかその誰々から逃げてるとか、俺そんなこと逃げたことないから一回も、だから誰でもいいみたいな、正直で雷神に言ってるんで、なんかまああと相手次第よな本当に。で、あとなんか言いたいのは、その雷神が遅いんですよ、ちょっと言ってくんのが、マッチメイクが。で、なんか今6月13日にさ、延期になったから、まあ出ようかなって考えてるけど、なんか普通に、なんか、プロの選手って10キロとか減量当たり前で、まあ、1ヶ月前にさ、言われたところでそんな、体作れんやん。それに対してなんか、普段から体作っとけよとか言うやついるけど、別になんか俺仕事格闘技だけじゃないしねみたいな。普通 UFC とか、もう半年前ぐらいにもう試合組んどるよ。だそれが普通やん、正直言ったら。確かに1ヶ月前とかやったと、確かに遅すぎる感じするね。でなんかライジン側がそのなんか期間をしっかりなんか2ヶ月前とかにオファーしてきて、俺が逃げることはないです、絶対に。でまあ、今回はまあしょうがないんで6月13日は出ようと思ってますけど、まあ、あとはなんかそのみんなが見たいカードが組まれなかったら相手が逃げてるってことですね。結局なんかこうメディアとかで言ってもさ、なんか実際裏では違う人多いから、なんだかんだ、まあ、俺は誰でもいいって雷神に言ってあるんで、まあ、楽しみにしといてくれればなと思いますね。ぶっちゃけフェザー級でなんかこいつに勝てないなって思う人は一人もいないし、俺の中で。なんか全然やりたいなって感じ、正直ね。